僕らの別荘。昔は良かったよな。昔はね。今の若い子はもうないっていうかさっぱりだよな。いや、おじいちゃんすぎるって。硬いから気をつけた方がいいか。いや、おじいちゃんだな。せんべい硬いから気をつけて、おじいちゃんだな。おじいちゃんじゃないよ。いや、おじいちゃんすぎるよ、状況がちょっと。いえ、孫帰ってくるの楽しみだな、じゃないんだよ。言ってない言ってない。俺はそう、おじいちゃんって言っただけだから。亀田製菓さん、いつもありがとうじゃない。いや、おじいちゃんだな。やっぱり、美空ひばりだな、じゃないんだよ。言ってないよ。そんなことは言ってない俺は。せんべいとその状況がおじいちゃんって言っただけ。朝4時ぐらいには目覚めちゃうなじゃないか。いや、おじいちゃんそうだけど、なんであんな早起きなのか分からんけど、もう一回寝ようとはなんないんだよじゃないんだよ。おじいちゃん得意のやつだ、二度寝しないってやつだ。最近のことは覚えてないけど昔のことばかり覚えてない。おじいちゃんだな。言ってないって俺そんなこと。お漬物醤油かけちゃうよじゃない。そうだ、それはおじいちゃんな。俺俺って電話来たけど、あれ本当に息子だったのかなって思うんだなじゃない。よくないおじいちゃんの方だな。言ってないって俺そんな弾丸ながらダラダラと。せんべい食って歯とかがおじいちゃんって言っただけ。年金もらってるなぁじゃないか。言ってねえよ。ひどくなってるぞ、おじいちゃんの要素が。腰曲がってるなぁじゃないんだよ。薄くなってるおじいちゃんの要素が。畳じゃないんだよ。ダメだもう。やめやめ。ダメもう。出てない、おじいちゃんの要素が。